空飛ぶ監視と無人偵察機、グローバルホークとプレデターの性能。ペルシャ湾とオマーン湾の間にあるホルムズ海峡でイランがアメリカ空軍の無人機を撃墜した。その無人機は RQ-4A グローバルホークであったことが明らかになった。また2011年12月に米国の高高度ステルス無人偵察機 RQ-170 センチネルを確保し、その技術を解析しコピーしイランが利用するのではないかという懸念が報じられた。現代戦において UAV と呼ばれる無人偵察機は不可欠な存在である。人は長時間働き詰めというわけにはいかず、必ず休息が必要となる。また撃墜された場合も無人機なら人命に関わることはない。今回はアメリカ空軍が運用する無人機グローバルホークとプレデターの秘密に迫る。無人機グローバルホークの性能。無人機グローバルホークは正式名称を RQ-4 グローバルホークといい、ライアンエアロローティカル社によって開発された無人航空機である。アメリカ空軍、海軍、NASA で採用されており、実戦への投入経験もある。 RQ-4 のスペックはこのようになっている。特徴は機体の全長の割に非常に長い翼を持っており、そのおかげで長い航続距離と34時間という時間を飛行することが可能だ。グローバルホークは2001年から運用されており、地上または海洋の活動を非常に詳細に監視する能力がある。偵察機のため RQ-4 グローバルホークは攻撃力を持たない無人偵察機である。機種部を中心に数多くのセンサーやカメラを搭載しており、 SAR と呼ばれる合成海溝レーダーはマイクロ波を地上に照射することで、悪天候で雲がかかっていたり深夜で光が差さない場合でも地表をマップ化することができる。また電子光学 EO センサー、赤外線センサーを搭載し、広域にわたって捜索監視活動が可能である。電子光学 EO センサー、赤外線センサーを使用することで1メートルの分解能で約4万平方マイルの捜索監視することが可能である。これらのセンサーは電波を出すことがないため、こちらが捜索監視していることを敵に知られることがない。さらにエンジン音も通常の偵察機よりも小さく、グローバルホークは76デシベルとなっており、これは地下鉄の電車内やバスの車内の音よりも小さい。センサー、エンジンともに偵察用には非常に有利な機体なのである。操縦に関しては無人機のためパイロットが同乗することなく、遠隔地の地上施設内の操縦装置から機体をコントロールすることになる。離陸時は電波の関係から航空機本体に近い場所からの遠隔操縦となるが、グローバルホークの飛行高度が高くなるとアメリカ本土のカリフォルニア州ビール空軍基地とノースダコタ州グランドフォーク空軍基地で米空軍のパイロットが操縦する。グローバルホークの操縦を行うパイロットであるが、通常のパイロット資格を持つ者の中から無人機に関する特別訓練を受けて資格を得た隊員が操縦する。グローバルホークは兵器を搭載していないが、次に攻撃能力を持つ無人機プレデターを見てみよう。無人機プレデターの性能や攻撃力。無人機プレデターは正式名称を MQ-1 プレデターといい、グローバルホークと違い攻撃能力を持つ無人機である。プレデターのスペックはこのようになっている。動力はジェットではなくピストンエンジンで、機体オーブのプロペラを駆動させるため最高速度は時速約217キロ程度しか出ないが、エンジン音は小さく偵察時は音もなく上空を飛行することが可能だ。航続距離は1200キロであり、グローバルホークに比べると短いが、活動できるミッションは偵察活動や対地攻撃任務が可能である。1995年の正式配備以降、ボスニアやアフガニスタン、パキスタン、イラクなど幅広い方面でその性能を遺憾なく発揮してきた。遠隔操作でパイロット1名、センサー員1名によりコントロールする。あらかじめプログラミングされた経路に従いプレデターは自動操縦で飛行することもできる。衛星データリンクを通して地上誘導ステーションのパイロットと2人のセンサー員から管制遠隔制御される。テレビカメラ、赤外線カメラ、レーザー指示器などを機種部に装備しており、ターゲットを捕捉してミサイル攻撃することができる。プレデターは機体を6つに分解することで専用の箱に収納できるため、プレデター本体と支援機材すべてを C-130 輸送機に搭載して世界中に素早く展開することが可能である。これまで実戦での問題では民間人への誤爆や巻き添えによる犠牲者が発生したことが問題となっている。これは無人機操縦員の誤認や地上部隊の誤情報などが原因である。では我が国の自衛隊では無人機の導入や運用はどのようになっているのだろうか。
今後自衛隊に無人機は導入されるのか。日本の自衛隊においても無人機の開発導入の検討は進んでいる。防衛省は青森県三沢基地へのグローバルホーク配備を数年前から進めており、70人規模の部隊も編成されている。防衛省では設置法についての改正案を自民党国防部会などに提示した。さらに防衛省は無人戦闘機の開発導入も計画している。防衛省は航空自衛隊の次期主力戦闘機の開発として戦闘機に随伴する無人機の開発を本格化させている。その無人機というのは今までのような遠隔操縦をする飛行機ではなく、人工知能である AI で航行する複数の無人機が空自パイロットが搭乗する次期戦闘機と編隊を組みながら飛行するという計画だ。無人機はパイロットの指示を受けながら共同で作戦行動に当たる。令和3年度からは実験用の無人機の製造に着手する予定で、令和6年度頃の飛行実証試験を目指している。無人戦闘機には前方を飛行させて敵情報を探知するセンサーとして任務させるのがメインであるが、開発が順調に進めば敵戦闘機を空対空ミサイルで攻撃する能力に備えさせる予定である。防衛省は令和3年度の予算で次期戦闘機開発に約772億円を計上しており、この一部は無人機の製造費に充てられる。令和6年をターゲットに飛行速度を遅くして編隊飛行試験を行う予定だ。無人随伴機にパイロットが遠隔操作で指示を送り、制御するプログラムなどの基礎的技術の確立を目指している。無人機の導入にあたっては少子高齢化や種々の問題からのパイロット不足が念頭にあると予想される。無人機まとめ。日本の自衛隊において無人機の導入が検討ではなく配備段階まで進んでいることは報道にもあるように周知の事実である。無人機のメリットは航空機本体にパイロットが乗り込まなくて良いところである。つまり戦闘地域に人員を送り込まなくて良いところに最大のメリットがある。逆を言えば日本の自衛隊において無人機の導入配備が進んでいるということは、戦闘地域に人員を送り込まなければならなかったリスクが高くなっているということだ。中国や北朝鮮の問題が浮いては沈む昨今ではあるが、私たちは今までに周辺国あるいは世界の情勢などしっかり学ぶ機会があった。湾岸戦争やイラク戦争などで無人機が導入されていたこともさながら、その時の他の国たちの状況と今の日本の周辺諸外国の状況はどうであろうか。無人機が実用されようとしているということは、それだけ周辺国の脅威が高まっているということでもあるのではないだろうか。